澤部さんの名シーンでございます。ここはねやっぱりね、これが熱かった。これですよ澤部さん。このシーンがね、なかなか泣けるシーンでね。また会う日まで。また会う日までって言ってますね。うん、なるほど。綺麗ですね。そうでしょ。だからね、あれなんですよ。まあ僕ら今せん越ですけどね。うん。これね、この前、2016年の時ね、来てくださった時に、サインいただいたんですよ。その時のね、ちょっと映像を入れさせてもらったんですけどね、石田さんこの時本当にね、ガンと戦っておられて、でしたけどね、みんなにね、本当に、少しでも一人もそういう弱さを見せないでね、頑張るよって言って、それで何年間かね、頑張ってくださったんだと思うんですね。いかがでしたですか、やっぱり。ああ、なんか、改めて見るとなんか、いろいろ思い出されますね。思い出されます。でもやっぱりね、まだ言ってないけど、いやすごく熱演でね、ここまでだから、こう、みんながその感動して、ね、さっき工藤先生とね、お話しさせていただきましたけど、この記録に残るというのはね、やっぱりね、偉大な作品だったって、ね、思うんですよね。いや、やっぱりね、今から考えると、スタッフの方もすごかったですね。ああ、そうですか。まあそう、工藤先生もおっしゃってますけど、もう、結構みんな一丸となってね、いいものを作ろうっていうね、雰囲気やったいうことは、まあ、いつもおっしゃってるんです。画面でもそうだったんですけど、かっこいいのが、バーンって最後初登場の時になったら、テーマソング、チャーン、チャーン、チャチャチャン、チャチャン、チャン、チャン、チャチャチャン、チャチャンってやつね。その後なんかそのジャンボフェニックス、スパーンってなんかのこそのガーってなんか飛びながら、なんか、分かれたってなんかその。そう、3つにこう分かれて。ほんで、工藤先生が、1号機の、ほんで、突っ込んで、ほんで、朝子さんが、工藤さん、藤本だけし、藤本さん、いや、行かないで、帰ってきて、って叫ぶんだ。そうなんですよ。どこで行っちゃうんだ。そう。先生はもう、こうやる。そう。広田誠でこう、包帯をこう、バーッとこうね、立ったな、やってね。ほんで、俺も行くんだって言って、こう、俺のためにお前のなんとかって言って、ぶちゃぶちゃって言って、最後にミラーマンの、田中ミラーマンの歌ね、歌って、飛び越えて行くんだけど、危ないから、ミラーマンが出てきて、作って、で、みんな、朝子さんとみんなが、はぁーって言って、助かった。よかった。先生よかったですね。助かって。本当になんか先生というか、藤本さん、いやー、責任を取らなきゃ。そう。地図だから、俺がなんかした藤本は必ず俺がなんか。
で、なんかこう、ミラノが、あらって感じで、なんか、よいしょって、なんかこう、あれ、戦闘機をあんな掴んで止めるヒーローって、こう、まあなあ、ほんで、最後、先生、名演技で、こう、呆然とした、助かったなという、この、安藤の顔と、で、一言、先生、セリフ覚えとれます？覚えてたわけない。覚えてない。ミラーマン、お前ってやつはって。お前ってやつは、うん、や。お前ってやつは、うん、や。お前ってやつは、あ、お前。そうそうそう。ほんで、そうね、やって。もう感動のね、あれだ、そう、腰に返したから。だから、さっきも言ってたけどね、朝子さんは悲劇のヒーローなんだよね。うん、かわいそうね。京太郎にバーンとぶっ倒れてさ、叩かれてね、見たでしょ。ほんで、で、京太郎さんが無事で帰ってきたら喜んでさ、泣いて、で、また、行っちゃったら悲しんで泣いて、ほんで、ぶたれて泣いて。そうですよ。うん、ね、ぶたれてね、最後ね。あったよな。うん。覚えて、うん。そうそう、京太郎にね、もう、行かないでって、最後のシーンでね、鏡のところに変身しないでって言うんだけどね、バーンって叩かれて、どけって言って。どけって言われて、どくのよ。どっちも辛い。どっちも辛いなのね。小さい頃はなんか、あーってね、なんかこう、叩いちゃダメじゃんって、なんか小さい頃はそう思ってたんですけど、大人になってからなんかある。まあ、そのあれもな、わからんでもないなと。そんなに感情輸入してみてくださったね。すごい。そうですね。だから、沙織さん、大人になってから改めて見て、小さい頃からね、京太郎さんばっかりね、なんかひどい人だって思ってごめんねとか言ってた。先生だと、和崎さんと石田さんはアクションで、怪獣でインベーダーと戦ってた。そうそう。でもいいシーンなんかね、先輩としてのやっぱありましたよね。なんだろうな。そう、京太郎さんが最初にね、SGM になんかのこう、その、入るかってなんか話があった時に、なんかのこう、自分はまだね、なんかのこう、その未熟ですからね、今はまだってなんかっていうふうに、確かお断りになった時があったんですよ。その時もなんか、朝子さん頑張りましょうねっていう感じで励ましてはったんですよ。そうですか。そうなんですよ。それ一夜ぐらいじゃないの？一夜か二夜じゃないの？まだなんかそんな進んでない頃だったんですけどね。全51話なんかと、また前半の、まあ、最初の方だったかなって、うん。その時にね、普通だったらなんかこう、先輩社員、先輩のなんか隊員とかが、俺たちがなんか鍛えてやるぞとかね、そういう感じでなんか言うじゃないですか。でも、藤本さんたちが、待ってるよって言って、ね、待ってるよっていう感じで、なんかのこう、もうお前自分でなんかのこその、なんかやるって言ってるんだから、自分がなんかのこそのね、自分自身で成長してくるの、俺たちはね、その時待ってるよっていう感じで、なんかのこう、すごいなんかのね、そういう感じで。友情というか、そうそう、自分的なね。そうそう。ただなんか他の、こう、スポコンみたいな感じで、俺たちがなんか鍛えてやるぞっていうのじゃなくて、ああ、なるほど、ね。京太郎くんが自分でなんかのこその、ここまでね、皆さんと戦えるぐらいに なってくるって言ったのを、信じて待ってるよっていう感じが、すごいかっこいいって思う。さあ、この印象残ったシーンってあります？ミラーマンって。どうでありますかね？最終回ですかね。やっぱり、朝子さんのシーンでしょ？ほら。やっぱりね、朝子さんそうなんですよ。最終回で、朝子さんどういうシーンが良かったですか？うん。どんな感じ？最終回って言ってもちろん、別れのシーンとか。うん。別れのシーンね。あれですよね。うん。それが、あれやった。別れのシーンね。うん。で、別れのシーンで、変えちゃったんで、ミラーも変えちゃってね。うん。うん。意外でした？そういう、最終回になる。ミラーマンのお父さんが出てる。お父さんか。お父さん出てた、お父さん出てた。お父さんが出てたね。二次元の世界にね、帰ってきなさいって。まだ、破壊されたままになるからね。これが再建するために、返されるんですよ。だから、ミタライ博士に懇願されて。ミタライ博士はその時に、もうあっさりと、わかりました。喜んでお返しします。喜んで。多分なんか、大人になった今だから言えるけど、多分あれね、三田来博士はその前に地球をね、なんかのこと守らないとって、なんか一人で本当になんかのこその、自分一人で、そのなんか作戦のなんかのこその、
あれを任されて、なんかこう地球を守らなきゃっていう責任があった人だから、うん、二次元世界を復興するために彼をなんか一旦返してくれって言われて、よし、なんかそういうことがあるなら行かないといけないよなって思ったプラス、もしかしてなんか普通に行き来できるって思ってたんじゃないのかな。ああ、行き来できると思ってた。一旦なんか、お父さんのそのペンダントを使って、ミラースパークして、二次元世界に行っちゃったら、こっち戻ってこれないよってなんかお父さんと話をしてたことがあったから、見てる私たちは、あ、そうそう。それで行ったら、え、帰ってこれないじゃん。帰ってこれないって分かってるけど、博士、それ知らない。博士、わかりました。喜んでお返しします。じゃあ、京太郎くん、また帰ってきなさい。そう、っていうことだったね。行ったら帰ってこれると思ってた。思ってたの。ところはそうじゃなくて、で、朝子さんが、泣いて、京太郎さんって泣いて。なんかあれがね、みんなね、あっさりね、打たれ拍手をね、返しちゃってって言って、みんな怒ってるんですよ。あっさり返してね。あっさり、わかりましたって、京太郎くんにその、君、帰るかどうするって聞かないでね。わかりましたって言ったら、もう、京太郎が、じゃあ帰らざるを得ないんちゃ、なっちゃったってね。そういうふうなね、あれな。あれやったな。あ、こんな、あ、それはまだ持ってきてくださったんだ。へぇー。色紙じゃなくて、しまるんですけど、色紙が。あ、ね、前の、つぶらやの方の前のバージョンなんじゃない？まだ50周年になってない以前のやつね。あ僕たちも出てるのこれ。出てるでしょ。出てるわ。出てるわ。こんな。よかったね。出てる。あ、ここに工藤健太郎大将が。これもいいし。あ、それいいじゃん。いや、これすごいやん、これ。あ、かっこいいやん。これやっぱり、アクションやってる顔だな、これ。そうだよな。動きがあるわ。チーフは。あ、村上チーフね。落ち着いちゃってるわ。落ち着いて。で、あさこさんは？あ、でもこれこんなに大きく。あ、ほらほら、みたいな。あ、さこ、みたいな。ちょっとこれ、ちょっと横に。かわいいなぁ、あさこさん、やっぱり。ねね、黒先生、お願いします。こういうことって、ちょっと、ごめんなさい、ちょっと。入ってもなんか、あんまり雰囲気も変わってはりませんね。これね。もうこれこれ、はい。やったやった、ちょっとこれ。ちょっと。ね。おぉ、かっこいい。あ、ちょっと待ってね。これが今、何が入ってるです。何が、何をしてますやら、今でもまだアクションですよ。ミラーも。ね。はいはいはい。いいね。いやー、すごいわ。いいじゃん。あ、これ、村上チーフ。村上チーフと並んで。こういうの出てるんだ。また今度出ますからね。1月8日にね、ミラーマン大全集っていうの出るんですよ。50周年で出るんですって。で、僕もね、それ、インタビュー受けたんですが。はい。もう、大西のサインと一緒に、こういうの。これさ、これじゃん、こうやって貼って。あ、すごいすごい。ね、で、ここに下に。自宅に、サインでお持ちくださる、工藤健太郎先生でございます。これが映画の台本、ここまでなったんだけどね。ああ、コロナで。すごい曲でやるはずが、コロナでさ、僕が書いた脚本だよ、ちゃんと。でも、これ、でもちょっと落ち着いたらまたリバイバルでしょ。ああ、そうそう、と思うんだけどな。ねえ。新しいのですけど、去年の。こう、朝子さんと、加賀美京太郎とね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい。ああ、石田さんも本望だと思いますよ。朝子さんと横でね。身近にご縁を得た人を大切にする意味ですね。本当にご縁があってありがとうございました。はい、今日はこの辺で失礼いたします。さて、今回いかがだったでしょうか。またね、皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。